皆さんこんにちは。静岡大学吹奏楽団副団長の吉田と申します。皆さん大学で打ち込めることは見つけられましたでしょうか。勉強やバイトとの両立、ついていけるかわからないなど不安なことはたくさんあると思います。ですがやってみないとわかりません。4年間必死になってやる経験は必ず一生の糧になります。こんなに充実した4年間は吹奏楽団でしか過ごせません。迷っているそこのあなた、迷っていないそこのあなたも一度足を運んでみてください。最高の経験が待っています。お待ちしております。バイバイ。はじめまして、当団団長の児玉と申します。当団は団の運営のみならず、演奏会の企画運営まで、団員に注意するから先生方と一緒に考えて日々活動しています。演奏会コンクール、ご依頼いただいた演奏を通して数多くの方と関わってきています。練習時間に比べたら本番の時間は一瞬ですけれども、その一瞬が、あなたの人生の中で輝く時間となるんではないかなと思っています。夢の100人バンドへ向けて、あなたの涙をぜひ待っています。お願いします。